山王ホテルは、かつて、東京、赤坂に存在したホテルである。戦前においては、帝国ホテル、第一ホテルと並ぶ、東京を代表する近代的ホテルの一つであり、1936年の2.26、事件の舞台ともなった。戦後は連合国軍に接収され、その後も1983年まで在日アメリカ軍の施設として存在した。 1932年、自動車、燃料関連企業である、安全自動車の経営者であった、中谷保摩津によって創業された。立地は、赤坂区三王、日枝神社の南側に隣接し、皇居や国会議事堂へも資金であった。建物は、地下にアイススケート場まで備えた近代的なものであり、当時は日本を代表する高級ホテルの一つであったと、される。 開業当初の部屋数は80室であったが、以後増築されて149室となった。また、欧州風の鉄筋コンクリート建築の本館と和風建築の日本館が併設されていた。1936年の2.26事件では、反乱軍に占拠され、クーデター側の司令部となった。太平洋戦争末の1945年には、被災。 終戦後の1946年9月には日本を占領する連合国の一部であるアメリカ軍により接収された。同軍によって建物は改修され、アメリカ軍関係者のためのホテル、家族向け住宅としての参納ホテルとして、同軍関係者以外の民間人や日本人の立ち入りは禁止された。1951年、サンフランシスコ講和条約が締結され、 アメリカ軍によって接収されていた多数のホテルの大半が返還され通常の商業ホテルとしての営業を再開した。だが産農ホテルはその後もアメリカ軍の専用施設として供与され日本政府が所有者に土地建物の使用料を支払い続けた。日本政府は1975年12月に在日アメリカ軍との間で5年以内に 産農ホテルを所有者に返還することを骨子とする合意を得たが、返還後アメリカ軍に供与予定の代替物件は、港区南麻布の安律電基本社跡地を敷地として確保した1981年6月に至るまで着工されなかった。1983年、アメリカ軍向けの新施設が完成、旧産農ホテルは1983年10月5日をもって閉鎖された。 1985年頃より、三菱自所と安全自動車、さらに隣接する、日枝神社などの共同での再開発計画が上がったが、建築事業が1996年頃に着工に至るまで、ホテル跡地はしばらくさら地であった。2000年1月に三能パークタワーとして竣工した。旧三能ホテルの代替施設として、ニュー山能ホテルが日本政府によって、 アメリカ軍に提供されている。A.B. ハルエード・ドレーク、日本の戦後はアメリカにどう伝えられていたのか、持田光一郎役、P31 から38、a b c d マイケル S、マラスキー、ザ、アメリカン・オキュペーション・オブ・ジャパン沖縄、リテラチュアメモリー、ラウドレッジ、P49 から50、サンノ農パークタワー共有持ち分の取得について、 三菱辞書株式会社、2001年1月22日、東京の基地2002東京都 p 42、相場橋列連、堀久作日経ベリダスオンライン、2010年2月、閲覧。ありがとうございます。